右にゃあ虫、左側には崩れる家。こうか？これで先に行けるようになったのか？で、光があるから壊せるな。だからこれで右側の虫食わせて、右側の虫に頭ついて左側の光で潰すか。でも光に入っても逆走するだけか。冷静に考えたら、まあしょうがねえか。んで光を嫌がって反対向くべ。だこれでやっと右側に何があるのかが分かるんだよね、きっと。さて、うん、ずいぶん歩かせるじゃん。飛び降りるしかない。ああ、こうか。大丈夫か？一回行けるところまで行ってるけど。おお、ギリじゃん。おお、いいよ。行けるところまで。あー、おーせーって。でもあそこに食ってくれるやついるな。ってことは方向性はあながち間違ってないってこと？これ踏んでみる？踏んで、ほう。じゃあ乗り越えんのは一回正解だわな。あ、結局、あ、そんなに奥なのこれ。そんなに奥まで来てるってことは踏むしかないのか。踏んで、あの荷物が落ちてくるように踏ん張って止めなーい。え？あー、そっか。だからそもそもこれ踏ん張って、踏ん張ってあれ落とさせて、あれの上に張って飛ぶで、するとここで食ってもらえる。食ってもらえない。え、途中まではあってんべさ。こうして、こうして、普通にぶつかる？帰ってきちゃってんな。飛んで食べてもらう。これで自由に動けるようになったから、とりあえず あ、ダメ。ギリジャンもきつくね。あ、でもちょうど帰ってきやすい位置だな。こうか。で、あのボタンは押されたままね。じゃあ帰るしかねえわな。じゃあ帰るしか。へえ。あれか、右の持ち上げが足らんてか。こうして、こんなもんだって。違う。こう、あ、いけるか。いけねえんだ。
え、パズルが難しくなってきたな。でも言ってもしょうがねえんだよな、正直。だしそれはそこ持ってるだけでしょ。で、木箱があったから帰れたわけだから、別のルート。あそこの釘は気になってんだよ、これ。ああ、なんでもねえの、わからん。とんでもねえことが書いてある。とりあえずこれ行くしかありませんみたいなことしか書いてなかった。だからこの振り子の反動みたいのを使って、で、確かに、おお、戻るタイミングが悪い。よいしょ、オッケー。あ、これ引っ張れるのか。だからこうすればこうか。なるほどね。にしても本当に静寂の世界だな。で、奥側にエレベーターか。とりあえずこれがあれば、これはなんか板は関係ないのか。これがあれば若干足んねえか。え、これエレベーターのスイッチっぽいんだけどな。このジャンプ力じゃどうにもなんねえもんな。上に行くためのものか。この木箱があればさらに逆走できるもんね。意外とパート4ぐらいで終わりかなと思ってたんだけど、謎解きが時間かかるかもしんねえな。でもこれ以上って何もなくない？そうよね、そこで引っかかっただけだもんね。え？木箱をもっと押してみる？でって感じだよな。おお、こういうこと？どこまで行く？あそこに止まるのか。おお、シーソー？レバー？お？木箱だな。ああ、でもこれがこうなってくれる。待てよ、一回このシーソーを使って。なんでお前さっき動いたんだ。で、もう一回この上あたりで。お？エレベーターが動いた理由がわからん。あ、来た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 。お？お？あ、こ、あ、もう普通に X を押すだけでよかったのか。なんだい。で、一回押して、上に上げて、これだけでいいってことじゃんね。で、これ運んでって、あー、ここで止めなきゃいけないのか。え？上がっ
ってこねえもんな。はあ、なんだこれ。このままで固定する方法？あ、これをこうして、こうして、あ、これをこうしてってやると余るから、こうすれば上がんねえだろ。よし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 。で、え？間に合う？おい。で、揺さぶって。やばい、大丈夫か、高さ。もうちょっと低めにしといて。ゆい。で？どういうことだ？2個置いてみたけども、お？おー、粉々だな。なるほど、やることが分かった。で、こうして、あー死ぬのか。じゃあこうして、こうして、で、こうして、こうして、こうよ。なるほどね。で、なんかいたよ。バイオ2でいうリッカーみたいな立ち位置の子いたよ。大丈夫なこのはしご。上にバルブ。え、すげえやだが。うわー、キモいー、キモいー。で、道がない、道がない。帰れるか多分。うわー、あ、帰れねえわこれ。やられるしかないよ多分。さ、こういう感じにして、見えるところにいてやってもらうしかないんじゃない？動きもしねえのかよ。超キモいじゃん。うん、だってこれも運べるものも何もない。ここも登れないでしょ。こうだったからあれなのかな。ここにいる人も死んじゃったのかな。おお、怖っ、気持ち悪い。うわー、鳥肌がやばい、鳥肌がやばい、気持ち悪い、くそ。チャプターを読み込むか。もう結構後ろなんだよな、何気にな。結構何気に。あ、ここはこのチャプターなん？え、ここに解決策があるってこと？下側から行けるらしいから下側から行ってみようよ。暗闇だなぁ。あ、なんか、なに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 、無心な、前に向かって飛んでる。暗闇に一人ぼっち。なんか抜けたぜ。なにこれ。でも、でもってことはこっち正規ルートじゃねえってことかよ。いや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 、もう2個の点が動いてるだけだよ。じゃああの上のルートに解決策があるってことか。なるほど。至ってシンプル。
これ歩くんだって。走ったから逃げちゃうので、歩いて近づくと上まで運んでくれるらしい。さあ、めちゃくちゃじっくりだったけど、いやー、運んでくれる。これ現実だったら俺ここで死んでるわ。ダメ？飛びつかなきゃいけないのかな。離れると下まで戻ってくる？ああ、もうここら辺からダメだ。飛び乗る感じでいいのかな。だからちょっと一回離れて、次の行動を促して歩きで、歩きってどれぐらい歩きだよ。水から出たら飛んでいいのかな。あ、来た。おお、で、かわいそうに運んでくれたのに。で、さあ、パイプから煙が出てる。ほう、なんでだ。ああ、ここか、これか。あれ、なんかうまいことだったら水が出んじゃないの。水が出て重りになってみたいな。まあ次に行きたいかな。だからまずはこの下ルートでこれでいいのかな。まずは上登ってみようか。で、ほう、押せる、引ける。おお、ほう、ああ、こういうこと。そこまでなんだね。確かにここの黒い板のとこ抜けてるわ。だからどうなるか知らんけど、まずここをこうやって抜けて一回反転して、いや、そうなのよ、どっかで反転しないと。そこだって、そこでだから間に合うか知らんけど、一回こうして、そこ押す。来た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 。で、こうやって返してこうなるから、やべ、こうして、勢いが死んじゃった。オッケー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 。で、これをこうしてあれが落ちるよね。落ちたからどうなんだ。仕組みは理解したから落としたけど、重りだ。だから今のことでそこにタイヤが来たから、このタイヤをこうしとけばこうなるんだ。で、次の道見ようか。木の枝とレバーと歯車。この歯車が動くって考えるのが一般的か。なんでこれこっちから落としちゃダメなんだ。行かないからか。なので、そうなったらこの歯車を、で、多分だけど時間差を使うにはここまで持ってって、で、こういう風に
やらなきゃいけなくて、で、なおかつ保険、あ、これもう押せないんだ。で、こうして、で、これを引っ張ってくれば、あれやね、レバー動かした後にも進行できるっしょっていう感じになって、壊れちゃった。で、これで移動していけばいいんだね。上かな？で、おっとっと、はしごを抜けて、うん、まあこれは潰されちゃうだけっぽいから一回行ってもしょうがないだろうね。ボタン押しっぱなしだな。歯車ってことは箱持ってこいってことか。ここの箱はどうしようもないと思うから、あれがないと上行けないもんね。だ、そうなるとこっち側の箱を、うまいこと引っ掛けて、で、俺もうまいこと乗っかって、で、壊されない、あれ潰れたら壊れちゃう気がするから大丈夫？大丈夫か？若干段差が生まれてくれたのか。で、こうして、ああ、なるほどね。なーるほどね。これ上から帰ってきていいんだ。上から帰ってきていいって考えるんだったら、これも使っていいんだ。で、こうして、マジかよ。